そんなわけで、まあ明後日かピンクと、ピンクでも黄色でもまあきっとこれなら合うだろうという感じで、ユニットは、ユニットがピンクだから衣装だからね、ピンクにしたの貴重。そう彼女合わせ、彼女合わせネイル、賞味、賞味ネタバレすると彼女合わせです。ネイルのピンクは、そうで、まあ君は僕の風は白なんで、これ白入ってからね絶対合うし、中盤はグレーの、グレーの制服っぽい衣装だから多分何色でも合うわけ、爪は。まあでも白がね、白っぽかったら、こう薄い色だと合うでしょ。でアンコールはピンクと紫だから絶対合う、どの衣装にも合う爪にしてもらっちゃった。え、かわちい、もたさん可愛い人ありがとう。公演すべてをトータルで似合わせネイルにしてきたよ。なんか初めて行くネイルサロンだったんだけど、めっちゃ良かったからこれから通いそう。これからの通いはあそこかな。今まで行った中で一番良かった。こんばんは。やっちさんギターありがとう。可愛さの限界突破、嬉しい。いっぱい見てください。え、マジで可愛くない？リボンついてる、あのオーロラ、オーロラのリボンついてんねん。ちょっとが近づくとピントが合わないんだけど、親指と人差し指にリボンつけました。で薬指はいっぱいキラキラにしてもらって、他の指はちょっとキラキラーンみたいな、キラキラキラーンって感じです。やっぱこうやってパーツでか、ほ見てでかパーツパーツつけるとネイルしたなって感じするね。むっちゃ邪魔やけど。え、待って待って、あ傷ついたんかと思ったらゴミがついてるだけだった、焦った。いや今日久しぶりに料理したんですよ。傷ついたのかと思った、危ねえ、ドキドキした。ここ隙間があるのね。こんばんは。立山けんけんさんかわいい、ありがとう。たかしさんかわいい、ありがとう。こんばんは。キーボードはそのこのパーツとか関係なくない？まあ、爪長いから普通に打ちにくいけどね。そう、で携帯めっちゃ触りにくい、普通に爪長いがゆえに、なんかパーツとか関係なく。よいしょ、こんばんは。でもネイルするためにさ、自分の爪ずっと伸ばしててさ、でもさ爪だけだと弱いからさ、そのガッてったらさ、ここまで伸ばしてるとさ、その折れる心配とかがめっちゃあったわけだけど、ネイルで今強化されてるからその心配ないからめっちゃ楽。そう、爪かわちいね。
明日は早起きなので頑張ろう。早く寝ます。爪可愛いとテンション上がるよね。可愛い。もう語尾に可愛いってついてるもんな。よいしょ、こんばんは。やっぱ爪が一番自分的にはテンション上がる。全てのおしゃれの中で一番目に入るから。こうやって髪の毛とかってさ、鏡とか見ないとさ見えないしさ、顔のメイクも鏡見ないとあれやけど、爪ってさずっと目に入るからさ、やっぱ一番テンション上げです。何時起きですか？明日何時だろう、何時だっけ。何時に起きようかな。明日8時ぐらい。しけんさんこんにちは、こんばんは。でも今日食べ過ぎちゃった。ピエン、前々日なのに。ケロンさん、クマタワー、タワーだ、クマちゃんタワー、ありがとうございます。サーフボードを持ってる、そしてアロハシャツを持ってる、かわいい。通常公演感想お疲れ様。嬉しい、ケランさんタワーありがとう。やったー。何食べたの？お昼はなんかサラダ食べ放題のご飯屋さんに行って、いっぱい野菜を食べて、あとなんかグルテンフリーのパスタ、ちょっとこう体にいいパスタみたいなの食べて、お家帰ってからメロンいっぱい食べちゃった。メロンいっぱい食べちゃった。だから今ずっと喉イガイガしてんの。メロンって食べると喉イガイガするやん。今めっちゃ喉イガイガしてる。明日は食べちゃいけないね、喉大事にしなきゃいけないから。めっちゃ美味しかった。あとちょっとクッキー食べちゃいました。なんていうメロンですか？うわ、捨てちゃったな箱。なんていうメロンだったんだろう。ちょっとなんかパパが送ってくれたメロンなんだけど、2種類入ってて、オレンジのメロンと普通の緑のメロンが入ってたんだけど、なんかどっちもね名前がついてたんだよ。うわぁ、ちょっとなんか残ってるかな、痕跡。山形県のメロンっぽい。今まだ食べてないオレンジの方は鶴姫レッドって書いてあるわ。今日食べた緑の方は何だったか分かんない。でもなんか鶴姫みたいな名前だったよ。それっぽい名前だった。山形のメロンって書いてあった。ちょっと分かんないですね。こんばんは。
メロンも種類増えたよね。じゃあメロンってあんまり種類分かってないんだよな。ね、髪ボサボサすぎない？でもネイルかわいい。ネイル行ってきたよ。なんか私いつもさ、ネイルってさ1時間半から2時間ぐらいかかるのね。でさ、なんかいつも行ってたところっていうか、今まで行ってたところって基本的になんかその美容院みたいなノリの、あのみんな一つの部屋にいっぱい席があって、でなんかこう うつかるが方言だから、寄りかかるなんかところない感じの、なんかめっちゃ腰疲れたの今までのネイルサロンって。今まで最後行ったところはね、今日行ったところはなんか半個室みたいになってて、そう、あの上は空いてるけど壁があって、でなんかソファーみたいな、でっけえソファーにクッションとかいっぱい置いてあって、なんか好きなところに、好きな背中にクッション入れたらいい感じだったから最後クッション入れたんだけど、こうやってさ、なんか全然腰も痛くなんないしさ、しかもその席になんかタブレットがあってずっとなんか流れてんの、多分ネットフリックスかなんかが。そう、めっちゃさ1時間半かかったの今日のネイルね。でも全然苦じゃなかったさ。いつもネイルするときさ1時間半が本当に苦痛でさ、可愛くなるのはいいんだけど1時間半耐えるのが辛かったんだけど、そう今日行ったところは1時間半があっという間だった。てか担当のお姉さんもお話上手でよかったという話をしていたら、トメさんがタワーをくれました。トメさんタワーありがとう、ありがとう、嬉しい。トメさんありがとう。タワー、その季節のタワーかわちいですね。立山元気さんもギフトありがとう。ちょっと高級感あった。でも値段がいつも行ってるとこより安かった。こんな安くていいんですかって思っちゃった。だからこれからリピートする、行きやすいとこにあるし。こんばんは。行きやすいっていうか駅から近いだけその駅は全然うちから近くないんだけど、やっぱ駅から近いってでかくない？電車乗ってる時間はさ、なんかさ、まあ、15分とか30分とかでもいいけどさ、駅からどれだけ歩くかってめっちゃ大事じゃない？そう、だからそう駅近だったからめっちゃ良かった。リピール、まあネイルあんましないと思うけどね、卒業したらあんま行かなくなっちゃうけど、お芝居するときにネイル邪魔だからね事務所決まるまではネイルしてもいいか。でも可愛い。キャワチ、こんばんは。すごいな。久しぶりのネイルなんですよ。ちょっと一時期してたけど爪が薄くなりすぎてやめたんですよね。そう、テンション上がってんのかわいい。いや上がるよてかお姉さんとめっちゃ話した、めっちゃ話したよ。最近やってなくてみたいなネイル。ちょっと待って、
しょ。こんばんは。サリン話すの珍しくない？いや私結構話すよ。でもめっちゃ疲れるから話すのが嫌いなだけ。話しかけられたらすごい愛想よく返す癖がさもうついてるからさ返しちゃうけど、なんかあんまりすごいなんだろう、相手がすごく自分のことを話してくる人だと疲れちゃう。なんかなんでさやがすごい今からすごいあの嫌な客みたいなこと言うけど、なんで私が今お客さんとして来てるのになんかこんな相手の自慢話聞かなきゃいけないんだろうって思っちゃう時があるのね。そう、なんでさやは今接待みたいな会話をしてるんだろうって思っちゃう時があるの。相手が気持ちよく話せるように相槌を打ってる自分をふと客観的に見て、あれってなんでさえは今髪の毛をきれいにしてもらいに来てるのにすごく疲れてるんだろうみたいな。そうだから嫌いってかあんま好きじゃないだけで、なんか話し上手な人と話すのは楽しかった。今日ネイリスト、今日のネイリストさんめっちゃ上手だったな。なんか聞き役が上手だった。私の話を引き出してくれてた。ずっと私ネイルさんネイルリストさんの話をガンガン吸う人じゃなくて、どうなんですか、こうですか、こういうことありますよね、こうですよね、え、そういうのありますかみたいな、すごいめっちゃ聞き上手でした。そう、こんばんは。そう、ね、才能だよね。話し上手になりたい、そういう人に私はなりたいね。さやもそう思う。さやは結構自分のこと話しちゃう。なんか仲良くなればなるほど私自分の話いっぱいしたくなっちゃうから、うざいだろうなって思う。だからこう反面教師にしていきたいところではあるよね。こんばんは。キャンマジ当たったか、強気に美容室予約しました。最高です。強気で行こう。昨日の公演すごく楽しかったよ、ありがとう。わーい、嬉しい、ありがとう。もう昨日か、なんかもう2日ぐらい経ったような気がしちゃうな、昨日の公演から。なんか最近ね、体感時間というかなんか不思議な感じ。最近のさやの反省ポイントはお見送りで私がいっぱい喋ってみんなが言いたいこと多分聞けてないなっていうところあ、車椅子で来てくれてさ、ありがとう、めっちゃ楽しかった、嬉しい。わざわざ配信まで来てくれて優しいね。いつも劇場で会えて嬉しい。お見送りさ、私マジでさやがめっちゃ喋りかけちゃって、なんか言おうとしてるモーションが見えた時に、あ、やばいってなる。あ、今絶対なんか言おうとしたけど言っちゃったみたいなのはたまにあるけど、許してほしい。そう、いっぱいなんか話しかけたくなっちゃう。なんか私を知って分かってる人、
うちは思ってくれてるとか、もう最後認知してるとかだと、なんか言いたいことが生まれちゃうわけ。そう、あ、あれが言いたいみたいな。そうそう、そうするとね、みんなが言いたいこと聞きそびれるんだよな、よく。そう、あちゃ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 。こんばんは。最後の見送り、言いたいこと言ったので今日爆睡してましたね。聞けてよかった、マジで。こんばんは。そしていい眠りができててよかった。さえも今日は8時間半寝ました。爆睡。カビゴも喜んでたわ。こんばんは。え、それさ、今週、先週か、日曜日で切れるから、先週さ毎日やってるつもりだったのにさ、水曜日か木曜日だけデータがなくてさ、私やってない日一日あったんだよね。びっくりした。毎日やってるつもりで触ってたのに一日やってなかったの。むちゃくちゃ疲れてた可能性ある。やってるつもりだ、一日認識してない私の脳みそが。だって毎日やってたんだもん、気持ちとしては。毎日寝る前にポケモンを開いて、で昼間はカビゴ、あ、やべえ、今日昼ご飯カビゴにあげるの忘れた、いや、でご飯をあげてるつもりだったのに一日データなくて、だから一日多分その生きてる中で認識してない日があった先週。なんか24時間以上寝てたんかな、もう一日なかったんじゃないかな私って思ってるよ。怖い。こんばんは。いい疲労感で眠れる。え、マジで昨日のね眠りめっちゃ気持ちよかった。てかここ5日間ぐらい眠るときめっちゃ気持ちいい。一番眠い状態で布団入って寝れるから超最高の眠り。なんかやっぱ寝つけないのが一番辛いじゃんね。先日のサキポン卒業発表の時、最前でサリンのマイクを通さずに聞こえた歌声にびっくりしました。何の曲の時だろう。でも嬉しい、ありがとうございます。大丈夫、上手だった、大丈夫かな。12時で寝てなかったからお誘いの通知来る。あ、さ、寝る時間1時にさ設定してるからさ、12時半に絶対さゼニガメがなんか呼んでますみたいな、あの通知来る。立山健介さん、アロハありがとう。こんばんは。そう、運動とかね、頑張った後はマジ最高の睡眠。こんばんは。うちは初めて作って応援できてよかった、嬉しい。マジでなんか最近なんかうちは増えたんだよね、明らかに。だから私のさ卒業発表してからさ、なんかみんなその卒業発表してから直前の公演ってさやのファンの人来るの絶対減ると思ってたのに、毎回めちゃくちゃいて私びっくりしちゃった。涙に沈む太陽です。あ、2番の前じゃない、めちゃくちゃ声量でかいとこって。1番前で歌ってて声量でかいところって多分あれじゃね、記憶だけが花のとこじゃない、あれめっちゃ声出てんだよね。めっちゃ爆音だよねあれ、自分でもすごい声出てんなって思う。こんばんは。うちはもっと作りたかったな。まあちょっとあの使う場面はないかもしれないけど、定期的にあのツイッターとかでリプくれてもいいよ、作ったよって。何のため、何のためって感じやけどね。うん、土日の2日間サリを見れて嬉しかったです。嬉しい、やったぜ。周りに助けられて劇場に行きましたね、言ってたよね。
お手紙で。みんなやっぱ助け合いの精神なんだね、本当に。てかなんか劇場に同伴制度があることを私がこの最近知ったよね。ファンの人のうちわ覚えてますか？大体このうちわは誰々さんかなみたいな、いつも同じの持ってる人だと大体覚えてるかな。そう、サイリンファン結構いてびっくり。それな、そうです。あ、やっぱ涙に沈めたいよ、2番のサビ前ですねあれ地声聞こえるんだ、最善だったら。あれ自分で聞いてみたい、自分で自分の歌を最善で聞いてみたい。どんぐらいマイクなしで聞こえてんのか。聞こえてんだ、あんなバックの音楽うるさいのに。こんばんは。赤多い。あ、連番っていう、なるほどね。おー、確かに。日は赤赤にしてました。なんて優しいの、ありがとう。でもあれですよ、うちは別に覚えてなかった、新しいやつだったとしてもさやかが見えたらめちゃくちゃ見ますから。私だ私だってそう、すーぐ見つけちゃうんだから。どっか行っちゃった高校の友達に戻ってきてもらった強っ。踊りたいからうちはネクタイスタイルかけてるってこと？へえ。でも確かに持ってるイメージないわ。いいですね、それぞれのスタイルがいいですね。リアルに聞こえてうおーってなった。あれ聞こえるんだ、なんかその話聞けてよかったです知らないこと。杉尾声に当たりづらくなるかもしれないけどいっぱい入る方を選んだ。でも嬉しい。だから私最後の方のいっぱい公演出る公演ラッシュ全然ファンの人いないだろうなと思って覚悟して出ようと思ってたの。そう、きっと悲しくなるだろうけどと思ったらなんかみんないっぱいいるからなんか全然悲しむことなかったと思ってすごい嬉しかったんだよね。そう、セリンは文字数が多いのでさやかにしました。めっちゃ嬉しい。何でも嬉しい、なんか私と分かれば私と分からないうちわだったらってなるけど、そう、誰だろうみたいな。そう、赤赤めっちゃいて綺麗だった。赤赤綺麗だよね。赤赤にしてよかったなって毎回公演出るたび思うもんね、見つけやすすぎて。そう、初見さんこんばんは。泣いてしまって反省はしているどうせ明後日も泣くんだよ。公演出して3公演入った。いや強すぎ、ありがとう。知力シンパシーは行けました、ありがとう。ロビガン行きます、嬉しい。同じ空気吸いましょう。こんばんは。もっと可愛いうちは作りたかった。十分可愛くない。ここに来て初めてうちわを作りました。あげあげ、いつものうちわも嬉しい。あげ、立体的なうちわ。立体的なうちわって何？立体的なうちわなんてものがあるのか。あれか、なんだなんて言うんだろう、あれこれぐらいのさ発泡スロールみたいな、あの熱いイブ、よく100均のうちわコーナーとかに売ってる熱いやつかな、蛍光から。ああいうのを使うと立体になるのかな。先週の雫で降りすぎてエイトのペンライトぐらついてるから補強して持っていくね。それはしてほしいな。途中でペンライト壊ったらね悲しいからね。僕対ポニテうちわでもあれ結構さ気に入ってるよ、概念として気に入ってるよ。ちょっと実現は残念ながらできなかったけど、
え、新紙幣って何？新紙幣ってそんな立体なの？あれさ、いろんな話しすぎてさ、どの話にかけたコメントなのかちょっと分かんなくなっちゃった。サリーの応援グッズいっぱい作ったな。いや本当にね、感謝。みんなのあのクリエイティブ魂にも感謝。生誕祭のうちは持って明後日行くね。嬉しい。嬉しい。ちょっとね、そろそろメールのね時間なのでね、メール書きます。ちょっと iPad 持ってくる。メール送るの忘れちゃったね、配信前にいろいろやってたら。ちゃんと配信も5分ぐらい遅刻したしな。卒業公演の後ってどのぐらい配信できるんだろうな。意外と時間ないよね、公演って遅いからさ、終わるの。卒業公演ってね、ちょっと長いですから。てかさ、さやがさ、あれじゃない？この公演期間にとっても、さ、公演ありがとうのツイートしてなくね？めっちゃ忘れてた。昨日も一昨日も夜元気なくて、はいって寝てたから、ちょっとツイート後でするわ。してないね。いつもしてんのにね。インスタは頑張ってたの。インスタは頑張って載せてたんだけど、ツイートしてないわ。やばい。ピエン。ツイートすんね、後で。ちょっと写真がないな。ちょっと一瞬配信。ただいま。卒業ドレスのフィッティング結局今日ね、リスケになったんですよ。なんか重大な直しが発覚したので、今日はなしでって連絡が急に来て、どういうことと思って。なのでね、明日初顔合わせです。明日初顔合わせですね。すごい大忙しで作ってくれているので、明日ワクワクですよ。何色かは教えてあげない、あげない。でもめっちゃ色悩んだ、超悩んで、めっちゃ衣装さんと相談して最終的に衣装さんが、いや、サイリンは何色が似合うと思うよって言ってくれたので、じゃあそれにしますって。だからね、最終決定は割と衣装さんの後押しが大きかったです。そう、サイリンは絶対この色が似合うと思うって言ってくれたので、じゃあそれっつってそう、ちょっと一瞬メール書きますね。ちょっと静かになります。今さやはキーボード配列にして打っています。みんなキーボードの場所覚えてる？タッチタイピングみんなできる？さやはできるよ。ちなみになんて書こうかな。ここで写真を載せよう。あ、今日の爪の拙者、あとでインスタのストーリーかどっかにあげるね。
普通に雫公園の自主練しないとやばい。明日自主練タイム。あーなんかキーボード出てこなくなっちゃった。キーボード出てこなくなっちゃった。キーボード消えちゃったんだけど、これどうやって出せんの？おーい。なんかキーボード消えちゃったんだけど。出てこないよ。一回下書きを保存して。下書き消えたかと思った。危ねえ、焦った。あー出てきました。ちょっと待ってね。メールショールームやる前に送れっていうね話ですよ。待って。ちょっと待って。あ、そうだ。あのさ、この前、いつだ？昨日？一昨日か。一昨日僕隊の合間でさ。あのショールームした時にさ、隣でコミさんもショールームしてたんだけど、普通に歌ってて、あ、普通に歌ってるわと思いました。その AKB じゃない歌を。まあまあオンで歌ってて、あ、歌ってるやんと思って、意外といけるんやってそこで思いましたね。ちょっと待って。高橋彩花でした。送信。ショーイン。行きました。し、来た。こんばんは。で、なんだっけ、さっきなんか日暮らしのコメントあったけど忘れちゃった。すごく遡ってまーす。なんか今日愉快？確かに。爪が可愛いから愉快だね。あれ？なんか日暮らしに対するコメント途中、最後メール書いてる時チラッと見たけど見失っちゃった。なんか絶対どっかで書いてくれてたんだけど、何でしたっけね。見失っちゃったけど、でも日暮らしの自撮りが天才ってのは見えた。こんばんは。昨日の日暮らしとっても良かった、嬉しい。こんばんは。日暮らし感情こもってて、ほんでも何回も見た。全然なんか嬉しいですね。なんかそんなにね、そう、なんか七高校でもさ、なんか歌い方変えたっていうコメントしてくれてたけど、
いつもね同じ歌い方しようとしてるわけじゃないから、その時の気持ちで歌ってるから、昨日はより気持ちがこもってた可能性あるね。ラストやしと思って。でもあの日暮らしの裏話すると、昨日のユニットのリハ中にあのステージの下のあのみんながお見送りの時に通る動線あるじゃないですか、ステージの目の前のエリア、わかります？あそこに、あそこのセンター付近にでっかい虫がいて、日暮らしの声やってる時にね、なんか2番ぐらい、2番の A メロを歌ってる時ぐらいに虫が、こんぐらいの虫がいて、なんか多分 G じゃないと思う、すげえ細長い、なんかこんぐらいのね、なんかでも飛ばない謎の虫がいて、私2番歌ってる時に気づいちゃって、あ、いると思って、それに聞い取られてリハめっちゃ失敗したんだよね歌あのね、リハなの、リハ、本番じゃないの。そう、リハに、リハの時にトコトコ、虫さんトコトコしてて、えっと思ったら、その後自分の歌い出しめっちゃミスった、リハの時ねそう、だから本番ミスんなくてよかったと思いつつ、めちゃくちゃ怖かったわ、虫さんとことこと思って、そう、マジリハでよかった。じゃあ本番だったら虫を見なかったことにしたんだけど、リハだったから虫見ちゃって、うわ虫だって思ってこう目で追ってたら、あ、歌い出しだったみたいな、そうそうそう、歌い忘れが発生したね、私だってびっくりよ。でもさ、昨日のさアイドルなんて、あ、ちょっと話も虫から変わるんだけどさ、アイドルなんて呼ばないで、なんか上手にできた、なんかミスんなかった歌詞も振りもなんか分かんなくなんなかった、一回も、さすがにできるようになってた。あ、髪型可愛かったと思うんだけど、みんなどう？昨日のハーフツインアイドルにめっちゃ似合ってたと思うんだけど、みんなどうかな。ピース。日暮らしの声の衣装の靴履くのは死ぬほど大変です、死ぬほど大変。こんばんは。今日ゆいりちゃん同じ髪型した。え？ちょっと一回ゆいりさんの美女確認していいですか？すいませんね。すいません。ちょっとガチ恋オタクなので、ちょっとあの一回村山ゆいりさん見させてください。すいませんね。すいません本当。はあ、意味わかんない、かわいい、なんかずるいよな本当、声出るわこんな生で見たら。ありがとうございます、心が満たされました。こんばんは。そう、ハーフツインって言います。昨日の髪型とか今日ゆいりさんがしてた髪型、ハーフツインにもね2種類あって、こうやって縛ってるスタイルとねじりハーフツインって言ってねじねじしただけの髪型があるんだけど、さえは、どっちの方が好きだろう。縛ってる方が好きかな、ネジネジしてる方が好きかな。ちょっと自分のツイッターで過去の公演の髪型見ていい？ってかさ、卒業公演の髪型をさ考えなきゃいけないんだよ。ちょっと過去の自分の公演のあの
髪型一回見るね。どれが可愛いかな。全おろしは多分しないんですよ。なんかアレンジしたい。ポニーテールもしないかもな。でもなんか動く場所はあった方がいいと思うから、お団子とかもなしで、やばい、なんか読み込めないわね、これ。よいしょ。そうやねん、帽子あんねんな、まだ決めてない。決めてないというか、決めたいんだけど決まってない。そう、でも本編と卒業ブロックで髪型な直してもらえるから、ちょっと変えるぐらいはできるんですよね。っていう話もあったりする。ずっとお腹が鳴ってる。さっきから消化活動してんのか知らんけど気になる。自分のお腹鳴ってるの。キュルキュル言ってる。こんばんは。どうしよう。マジで悩む。悩む。ちょっと聞こうかな、メイクさんに。メイクさんに聞こうかな。結構ハーフツインとか好きなんですけどね。でもどうだろう、ちょっとオンデマンドも見てみるか、後でオンデマンドの写りも確認しつつ。こんばんは。めっちゃ悩む悩む。まあでも明日ドレスを着てから考えるってのもありだよね。てか前日にフィッティングってめっちゃギリだね。おし、すごい、衣装さんすごい頑張ってくださってるな。絶対絶対やばいやばいって作ってくれてるな。申し訳な、感謝しかない。明日めちゃくちゃ言っとこ、ほんまに。もう本当にもう何、もう本当にありがとうございますって言おうね。そう、みんなね、だいたいね3日前とかに1回フィッティングしてんのよ、みんなの感じを見てると。で当日のそのリハ中、リハ後にもう一回フィッティング、最終フィッティングしてみたいなノリなんだけど、前日って結構ねギリギリまでやってくださって、そうすごいよ。こんばんは。マジで感謝。ドレスをさ、私加入した時に自分の卒業ドレス作ってもらえるなんて1ミリも思わなかったもんな。そう、しれっと卒業しちゃうんだろうなって思ってた。ちょっとここ数日の公演のオンデマンドをちょっと見て自分の写りを確認していきたいと思います。あ、これフルーツノーだ。私出てない。どこ、私あ、高めツインしてる時ですね、これ。もういつ何してるか覚えてないな。
マリアとか見るか。マリアの高めツインに合ってたんだよね。自分で言うのもあれですけど、やっぱゴスロリにはツインテールですよ。いや私メンバーあんま見学来ないよ。私に連絡は来てないから全然来ない。だから仲いいメンバー本編に呼んじゃってるしねそう、仲いいメンバー基本本編にいるからあんまり見学来ないですね。そう、クラゲ可愛かった。嬉しいな。そう、今自分の写り確認してる。高めツインはこんな感じね。いや可愛いけどね。でも水魚公園高めツインはちょっとやりすぎてるなっていう気もするよねそう、ちゃんまなとおそろはね、編み込みボニーテール。そう、え、高めツインでここにリボンついてる中盤めっちゃ可愛いんだけど、こんなことしてくれたんだ。髪型知らなかった。こんばんは。やっぱ痩せると映像の写りいいんだな。え、でもさ、今日クッキー食べちゃった。明日我慢すればね、どうにかなるよね強い心を持とう。じゃあ次、チームエコ園見ます。アリス、アリス見るか。何やったぜ。あ、こんだけおろしか。ねえ、 A のさ12日のさおろしどうでした、みんな的には。可愛かった、嬉しい。それ的にはむっちゃ熱かったじゃ可愛いのよ、可愛いんだけど本当に熱くて、いつもの3倍ぐらい汗かいてたの、首が。なんかその全身のその汗の量はあれやけど、首だけほんといつもの3倍汗かいてて、むちゃ暑かったんだよね。でもなんか全然さ、おろしってやんないからさ普段。なんか良かったなって、やって良かったなって思いました。アリス衣装かわいいな。で12日の夜公演のアリスで足グギって一回やってるからね、この高いヒールにあのやられただからさ、あのラスサビとかマジで足首痛いなって思いながら踊ってる。実はね、実はね、全然顔には出てないけど足首痛いなって思ってる。最近美女いい、嬉しい。あー、髪下ろし確かに大人っぽく見えるね、それはある。こんばんは。あとオンさんの衣装がそのサイズ問題なんですけど、腕がねこれ以上上がんないんだよね。肩がこれ以上上がんないんだよね実はね。そう、ちょっとキモクセイ見るね。キモクセイの衣装大好きなんだけど、なんかオンさん細いのもそうなんだけど、多分骨格がちっちゃいんですよ全体的に。で私身長がある分骨格がちょっとそのオンさんよりはあるから、あのここまでしか上がんないいつもねだからさ
こういうさ、最初こうやって始まるんだけどさ、ここまでいけないからいつもこの辺だったと思うんですけど、それはこれ以上いけないからですね。せやねん、実は腕上がってません。金木犀マジ衣装かわいい。あ、お腹鳴ってる。絶対今の配信の留守音量での、あの鳴ってた今。やめてー、お腹鳴るのやめてー。金木犀の衣装ミーヨンさんの乗ってるようだって。聞こえなかったことにしてね。めっちゃお腹鳴ってる。お腹なのこれ。でもお腹なのっていうのもおかしいけど。金木犀の衣装さ、ミーヨンさんの衣装入ってんの奇跡じゃね。全く同じもの着てんの奇跡じゃねって思ってる。増やしたりとか詰めたりとか一切何もしてない状態でいつも着れてんの偉くね。すごいこった。先ほどからちょいちょい音入ってる。え、そうなの。でもマジでお腹の音なの。でも恥ずかしい。はい、金木犀終わった。よし、おろし見たよ。じゃあ12日の夜公演見よう。夜何してた。髪の毛もう忘れちゃった。それもう何の衣装、違う、何の髪型したか全部忘れた。この期間、あ、ポニーテールしてるわ。前髪上げポニーか。ははん、金木犀見よう。最後金木犀お気に入りすぎて。え、待って、金木犀ポニーテールめっちゃ可愛くない？やっぱポニーテールすっきり見えるね。あとすごいね、金木犀のこの角度から撮られるとめっちゃ刃見える。みんな刃ぜひ見て。すごい刃映ってるから。画質いいな、オンデマ。恥ずかしいよ、肌のあらが見えて。キャッ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 。オンデマ見んの楽しい。みんなもオンデマの感想を聞かしてね、ぜひ。髪伸びたな。よし、オッケー。ポニーテールを見たよ。次、僕の太陽公園昼。毎日毎日見てるよ。オンデマ追いつかないから間違いない。さやが公園出すぎて、しかもリバイバルもあって。泣かないで、泣いてないよ。この連続公演でスクショがバカになってる。あれでしょ、写真フォルダー開いたら自分でびっくりするやつでしょ。おっとみたいな、おっとみたいな。あ、13日の昼、そっか、泣いてるわ。ごめん、泣いてたわ。泣いてます。あー、この時はあれだ、前日のセリちゃんがやってた、セリちゃんが A の夜でやった髪型をパクった日だ。ねじり、ねじりじゃない、三つ編みハーフツインみたいな。でめっちゃ崩れたんだよね。鬼崩れ。おろしで止め、ピンで止めてもらったんだけど、めっちゃ崩れちゃった、激しすぎて。そう、こんばんは。はい、オッケー。次、夜公演。そう、オープニングでこっち側がもう完全に崩れちゃってて、ピン取った自分で。そうなの、めっちゃ崩れちゃった。あ、三つ編みやったわ。そう、三つ編みやりたいなと思って三つ編みやった。あれ見よう、ひまわり見よう、ひまわり。やっぱさ、歌う系の、スタンドで歌う系のユニット好きなんだろうね。金木犀とかひまわりとか、どっちも花だな。どっちも黄色い花や、今気づいた。どっちも黄色い花。え、三つ編みにさ、
何帽子っていうのあれ、編み編みの帽子なんていうっけ、ひまわり畑でルフィがかぶってるみたいなやつ、あなんていうんですか、麦わら帽子、めっちゃ似合うくない、相性がいい、超可愛くない、ね、とても似合ってました。どっちも庭に植えました。強いな。アイソレーションなんか今キモかったな自分アミさんかわいい、顔面好き。でこういう感じね、オッケー、三つ編みはこういう感じね。いいよ、今勉強してるよ。昨日の僕隊は、え、それ昨日の僕隊って何の髪型してたかも覚えてないんだけど、あ、なんかハーフツインかさっき話したやんけ、もうダメみたい、アイドルなんて呼ばないで、ちょっと見るな、見るね今から。そう、どっちもサリーの得意が映えて素敵、嬉しい。三つ編みその後配信してたね、してたかも。三つ編み最強かわいい、嬉しい。こんばんは、金木星。ちょっとアイドルなんて呼ばないでまで飛ばそう。あ、あった、でも昨日のポジション意外といけたんだよな。なんかさすがにもう多分5回目か6回目ぐらいなんだけど、昨日のポジションさすがに体が覚えてた。ちょっと振り返ったら、ちょっと思い出ししたらいけた。なんか自分のポテンシャルの高さに驚いた、自分でいけるやんって。でアイドルの衣装可愛すぎるな、マジで。なんか絵に描いたようなアイドル衣装だよね。でも昨日本当はね、私自分のポジションで出る予定だったので、そのメンバー発表があるじゃないですか、5日前ぐらいに。その直前になんかやっぱりそのこっちのポジションでもいいですかって言って、オッケーって返し言ったんですよ、いいですよって。そうそう、だから本当にね、前回やった時が最後だと、最後になる予定だったのよ。そう、でも本当になんかいっぱいでき、おかげでいっぱいいろんなポジションできてよかった。ちょっと大変ではありましたけど。こんばんは。夜公演行きましたが、サリンずっとキラキラした表情で素敵でした。嬉しい。昨日の公演司会がずっと海の中みたいだったな。え、嘘。僕隊だけじゃなかったの？泣いてたの。え、そうなの、それは知らなかった。2日で別のポジション見れたのよかった。え、レアだよね、すごいよね。確かに2日ともいい位置で見れてよかった、嬉しい。アイドル泣きそうだった、こんな明るい曲でまあ明るい曲って泣けるしね。衣装かわいい、マジでなんか絵に描いたアイドルでかわいい。って思いませんか？2日間のおかげでサリーいるのに、クロスちゃんでもサリーの？あー、この星はわからん。星読み芸人なのに。あ、今亡霊かなって思った。うわ、言えばよかったわ、じゃあ合ってたわ、言えばよかった合ってたわ、星読み芸人だったわ。やっぱ今自信持てばよかった。ビバーリケア何度もやってるのって覚えてるんじゃない。ビバーリケア逆にいろんなポジやりすぎて、毎回ね一回確認しないと分かんないんですよ。そう、あれ結局どこだっけ、
あさってのポジション、僕たちの自分のポジションの時のビバハリケーンと同じだから、最初下手の一番で始まるとこだ。オッケー、できるわ。でもはあちゃんと出れて嬉しかったな。じゃあちょっと日暮らしもちょっと見ますか。歌は今聞けないですけど、音出せないんで最悪ミュートにしてちょっと聞きます。僕ジュリの後だよね。あ、いいぞ。てかマジ衣装がさめっちゃ好きなの。さ、昨日のポジションのユニット2曲とも衣装好きすぎてやばい。アイドルなんて呼ばないでも日暮らしの声も衣装むちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いよね。そう、帽子忘れなかった。え、なんか漏れてる。昨日の私の日暮らしの恋の顔。ひんなさん美人。ちょっと後でちゃんと聞くね。今無音で見てるからさ。日暮らしの声の自撮りって忙しかった？むちゃ忙しかった。自撮りは忙しくないわ。ひななさんとのツーショット撮ったんだけど、むちゃ忙しかった。それは日暮らし終わりはすごいさ、暇というか楽屋にメンバー私だけっていう状態が生まれる時間があるの一瞬。そうだから、そのタイミングがあるから全然ゆっくり撮ったんだけど、履けるときダッシュで可愛いよね。僕たい、いつ履けるときだ？竹内先輩？僕たい？どこの履けだろう。でも基本ダッシュ多いな。確かに。寂しく寂しく、あなたに見つけてほしかった小さな片思い。ジュンジュグジュンジュグ。ちょっと一瞬さ、さっき話題に出たさ、チーム A 公演の涙に沈む太陽のサビ前一回聞いていいですか？私が一番歌ってて気持ちいいところ、ちょっと一回そこ音聞くから、あれするわ、ミュートすんね。あ、ちょうど適当にピッてやったらちょうどいった。ちょっと一回聞きますね。よく声が出てますね。よく声が出てますよ。そう、みんなもう見れないから、みんなオンデマンドで確認してね。そう、もう見れないのよ。すまんな、みんな、すまんな、みんなの記憶にとどめてくれ。おー、全部見たな、最近出たやつ。なるほどね。ふーん、髪型悩ましいね。まあドレスを見て決めようかな。こんばんは。さあ、みんなにいろいろ付き合ってもらったけど、そろそろ終わりにしますかね。終わりにすっけ。あーちゃん、タワーありがとう。でっけえパイナップルいただきました。わーい。
い。なんかすごい卒業前なんかみんなにいっぱいタワー建ててもらっちゃってすげえ申し訳ないな。ありがとうございます。みんなのタワーを胸にあさって頑張ります。えーん、ありがとう。でっけえパイナップルいただいちゃった。でっけえクマ2つをパイナップルいただいちゃった。すげえよ。今私のなんかみんなに画面によってさ、タワーのなんか配置の仕方って変わっちゃうじゃん。私の画面だとなんかもう狛犬みたいにクマクマにパイナポーって今真ん中にいるからちょっとおもろい、だいぶおもろい感じになってる、狛犬になってる感じに。そう、かわいいやん。なでなでしとこ、どっちのクマもなでなでしとこ。パイナップルはキラキラさせとこ。あ、ちょうど今爪キラキラやから、キラキラ。あさってお手紙持っていきます。嬉しい。あさって来てくれる方ぜひ、余裕があれば書きたいなと思ったらお手紙ください。お願いします。さやは公演が終わってショールームもなぎもろもろ終わって、ショールームも終わってふうってなったタイミングでみんなのお手紙読んでってなる予定だから、みんなぜひもし書きたいなと思ってくれたらお手紙ください。最初で最後のお手紙になってもいいのでぜひください。なんかもうほんと短くても長くても一筆でもレポートでもいいのでみんなぜひください。お願いします。手紙ってその日にもらうの何日か後？基本その日にもらえる、その公園に出したら。そうそうそう、だからいつもみんなのホクホクのやつ読むよ。昨日とかも昨日出してくれたホクホクのやつを帰りの電車の中で読んでた。帰りの電車の中でみんなのやつホクホク読んでた。そう、やっぱ嬉しいですからね。マジでさ、みんなからもらったお手紙をマジで一つ残らず読んでるからね。基本的にはすぐホクホクの状態で読んでます。なのでぜひあさってぜひよろしくお願いします。でっけえカバンで行きます。みんなからすごい大量の手紙が届くと思って大きいリュック背負っていくんで、リュックパンパンにして帰りたいと思います。さあ、ということでランキング見ます。13位ヤスさんありがとうございます。12位ソースイさんありがとうございます。11位ひでまるさんありがとうございます。10位はさっぴさんありがとうございます。9位はいっことうさんありがとうございます。8位ひらりんさんありがとうございます。7位たかしさんありがとうございます。6位やっちさんありがとうございます。5位おかずさんありがとうございます。4位もたさんありがとうございます。3位立山健慶さんありがとうございます。2位ケロンさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。あ、タワーを投げてもらってからまだランキングが変わってないから絶対最終ランキングではないんだが、だがしかしほんまにありがとう。ちょっと更新するの待つか。なんか終わるの寂しいし、ちょっと更新されるの待つか。あれ、なんかコメントが更新されなくなっちゃった。おろろろろ。あ、来た来た来た。みんなのコメントが見るようになったよ。あー、来た！よし！もう一回読んじゃうぜ。13位、ソースイさんありがとうございます。12位、ひでまるさんありがとうございます。11位、わさっぴさんありがとうございます。10位、ばいっかぞうさんありがとうございます。9位、ひらりんさんありがとうございます。8位、たかしさんありがとうございます。7位、やっちさんありがとうございます。6位、おかずさんありがとうございます。5位、もたさんありがとうございます。4位、とてやまけんけいさんありがとうございます。そして3位、あーちゃんありがとうございます。2位、けらおんさんありがとうございます。そして1位は、とめさん。ありがとうございました。マジで、こま犬とパイナップル。狛犬じゃないんだけど、タワーありがとうございます。ありがとう、トメさん、ケロンさん、あーちゃんありがとう。また明日。
お会いしましょう。バイバーイ。明日は歌歌うからみんな付き合ってね。またねー。